お疲れ様です。今日は最後こちらホグワルツレッキーやっていきます。さあ懐かしのね、ホグロケットを今日やっていくんですけど、まあそんな有名ではない、有名ではある昔からすごいね存在するデッキではあるんですが、まあ最近そんな多く使われてるかというと、まあそんな感じではないかな。まあなんか好きな人は使ってるっていうデッキですね。はい、まあホグといえばホグクエイクとか、まあ 2.6 ホグとか、まあなんかいろんなホグデッキがありますけど、まあひねり出してひねり出せば、あ、ホグファルチェもあったかなぐらいで、はい、使われるデッキかなと思います。まあ最近ちょっとね、俺バルキリー、あとシンカーアイスピにもハマってましてこいつら強えんだよなって思ってんですよ最近、バルキリーとアイスピがね。そうなのでちょっと今日これ使っていきます。でもしね、結構強い説あると思ってます。なんかバルキリーでね、その陸ユニットに攻撃しても一応空にもトルネカかかるっていうので、まあバルーンのね遅延もできたりだとか、なんかバルキリー、あれこいつだいぶ便利じゃねえかっていう、はい、最近ちょっと思ってますんで。え、強っ、ちょっと待って、ええぐ、何それ待って、まずい、マジまずい、ボンバーもある。まあ今回の相手は、文句おじさんロイジェイですね。やめてー、おじさんハウスね。まあ取りまたえますか。まあロイジェイだと思うんですけど、俺あの、まあタイミングがよろしくない。まあでも深海スピ、はい、いや深海スピこれやばない深海スピのおかげでロイ止まるんですよね。ちょまず、ちょ文句もいたんで、まあ今回ファルチェはまあいるっすけど、いるけどいないぐらいな感覚でね行きたい。え、美味しい、それ激うますぎるこれ。あーでも相手も美味しいと思ってんのか。え、それうまい。でもここで世界を救うのがこいつなんですよ。これウッドを1回やるとことね、ロイジェイが入んないみたいな聞いたんですけど、入りました。はい、なんで、え、今のでかすぎるな。からの、まああいつはもうあの話になんないんで向かっていきます自分から。まあでも残るんでね、いいよ、耐えたい俺は正直で。ボイドもあったんで、だから深海スピ最強だ、来た。これで固まって、もう一発、うん、遅いね固まんのがねって話ではあるんですけど、全然そんなもんいいよっていう話だよね。いや、しかもタゲもこれ良すぎんバルキリータゲいってるぞ。さあという感じで、まあ、文句とかにも、まあ、なんかファルチェはそんな輝けないんですけど、まあ、結局進化アイスピで固めちゃう、あとまあ進化バルキリーのあのトルネで耐えちゃうとかね、ロイジャイにとかできるんで、なんかそう考えるとバルキリーだいぶ強いなって。アイスピもね最近評価爆上がりしてるんですよね俺の中で。うん、まあ、このデッキだとトルネもあるんでね、トルネで時間稼いで、アイスピで時間稼いで、進化バルキリーで時間稼いでみたいな、時間稼ぐ特化みたいなデッキになっちゃったんですけど、これがおもろいんですよね。これ言うのキング起動したいの。はい、よし、まあそのためにホグを飛ばしましたよと。まあこれ守れなかったら意味ないんですけどね。ファルチェン、ファルチェンってこれどんぐらい頑張れるんですかね。うん、あんま頑張れなかったです。まあでもアイスピで固めて、なんならカウンターのこれえら、まあ普通にホグでいいかな。なんかバルキリーで形組んでも強そうだったんですけどヤンキーファルチェ、これでタワーに、え、当たってないやん、なんで。ちょトルネが下手だったらしいです。今のタワーにまでね貫通するとファルチェのダメージっていくらあるかわかんねえんだな。
これ呪文のダメージは見えるじゃないですか。普通のこのユニットのダメージも見えるようにしてほしいの。うん、まだもうだいぶ削ります。はい、結構火力高いんで。やなめやめてください。いやー便利なことよ。 ISP 次も進化しますからね。まあ言ってもいいかったかもね。これ言っちゃってもよかったっすかね。まあ行かなくてもよかったか。はい、血暇なんでホグ行っとこうかな。逆にね。なぜか逆にね。いやーこれ許容しとこう。まあちょっと余裕あるんでいいでしょう。最悪なんか光栄に、まあめんどくさいの来たらロケットとか撃っちゃってもいいっすね。これキングが攻撃するタイミングで、え待ってやばい、なんそのあれアイスさ飛ばせれなかったわ前か。なんかまずいなこれ、負けそうマジで負けそうなんだけど。いや大丈夫っすよ、進化悪鬼いますからうちにはね。キュインキュインキュイン、よし、バルキリーがなんかすごいことしそう。なんか残ってんな、早く溶けてほしい。なんか来るぞ絶対。はい、まあこれバルキリーからのホグでもいいんですけど、まあホグ数発入れば一応ロケ圏内にもなるんで。一発でかいね。まあウィザード来るかな。おいホグ行ってグッドゲームじゃね。気持ちいい。さあホグ入りまして、まあロケット圏内ですよ、グッドゲームって感じですかね。深海スピちょっと一回言うのに消されたのはねちょっと悲しいですけども、まあ、まあ、高回転でアイスピもあるんで、まあ、最悪深海スピとかも端間に出して、まあ、300ぐらいの削りにね使ってもいいですね。すけすけ、おーエリゴレやないか。エリゴレか。そうか。え、これ、エリゴレさ、これ負けることあんのかな？一倍タイムでこれ、ファルチをボイドでボコされると、まずそうではある。あ、一応これ、一投残したんで。はい。痛いの？痛いんですけど、これさグッドゲームっすよね。ウィザードスケキン何が来てもトルネで、あーファイチ後ろ向けないそれ。まあまあまあええやろ、結構削りそう。いやファルチェもあって、まあ、それこそ進化バルキリーもあるんで、エリゴレだけには負けないよ。サイクロケもあるけどね。まあ、逆サイスケキンとかだるいか。こんにちは。いや、これが好きなんだよな、最近。やば。あ、待って。褒めたらそれか。褒めた瞬間にサボりやがって。マジ痛いね。かわいそう。スケとかコウモリまでね、溶かすんでね、バルキリー。まあ、残ってほしかったけどね。え、グロ、え豚やめちゃったやん。あの子がいるならやめたっていう感じ。右のギズもちょっとうざいんですけどね。まあ、許容でもいいか。ちょっと突破されそうな右サイドがあって怖い。え、熱っ。
いや、さすがに左はもう守んなくてもいいけど守れるっていう。でもなんか引っ張っちゃった逆に。なんか嘘って言って。でもゴンバルキやばくねマジで。え、ほら完封。施設なしでエリゴリ完封よ。いやめっちゃ強いんだよな相手が。ゴーレムとかエリゴレ、ロイジャイ、ジャイ、ゴブジャイ。まあ別にバルーンも最悪引っ張れるんですよ、下にユニットがいれば。ホグもロイホグも引っ張って、なんかラムライダーとかなんか引っ張ってはいるんですけど、ラムライダーがデブすぎて結構タワーまで走られちゃうのが当たり前にはなっちゃうんで、まあ、ラムとかには弱いかな。でも基本的にそれ以外は何でも引っ張れるイメージがあります。さあクロスか、まあ、クロスはハクっすね。クロスは吐きます。マジきついな。どうだろう、ファルチェで頑張れるかな。ファルチェで頑張れるかな。まあホグを通すには通せないっすね多分ホグ。うん、テスラあるんで。あ、逆ホグとかでもよかったな。なんかむずいな、なんか微妙な受けしちゃった。終わった。なんもないんだけどこれ。いてててててて。受けがちょっと少ないか。まあファルチェなんか俺刺せんのかな。あのファルテスラがあるんで、まあ、ホグ行っても、まあ、結局テスラで止まるんですよ。でテスラを突破するには、まあ、テスラにロケットを撃つとかなんですけど、いやこれ普通にクロスのダメージを受けなくてもホグを刺せないんだよな。終わったっすね。シンカーチャーにも勝てねえやん、まあ、一旦耐えれるんですけど結構絶望ではあるか。ここの進化テスラも、まあ、突破できないしな普通に考えたら、まあ、相手がちょっと気抜いてくれればぐらいではある。まあ壊れてくれれば嬉しいか。このホグロケットの弱点でさえ削れない、テスラを突破できないですね。たまたま。なんだこれ、テスラ1枚持たれてるだけで苦しいっていう。あーあいいな、まあ、ちょっかいはかけます。ちょっかいはかけるんですが、はい、一生スタンプが飛んできます俺に。無理じゃないこれ。このテスラさ、クエイクとか、まあせめてファイボとかじゃないとな。本当に遅延ありだけやめてください。カットしたくないです。遅延ありだけはやんない方がいいです。君が困る。君が困るよ。そのね、遅延ありだけは逆に俺がクロスをちょっとなぜか壊す。遅延ありだけはマジでやめた方がいいよ。こういうのをいじめって呼ぶと思うんですけど、皆さん本当にやんない方がいいですよ。39か。もう俺はなんか微調整しようかな。残り39と39ぐらいに微調整してやる。なんだこれ。
はい、LSP ね。はい、やばい、やばい、あっさっきの21は削れねえだろ。なんだこれ誰か助けてくんねえこれまあ自分から自分の命延命しちゃったんだね。いや、折らせないけどねっつって、で自分クリア、はい、楽しいクララでした。まあクロスがきついというかテスラがきついな。なんか昔はホグライトニングとかありましたけど、施設を突破するためのね、ホグフリーズとかね。結局なんかほんとテスラ強すぎて突破できないから、まあ、消えちゃったっすよね。まあそれこそこのホグハルチがあんま刺さんない理由もテスラに勝てない。やべ、当たった。まあいいや。そうだから結局たどり着くは 2.6 ホグか、まあ、クエイクホグになっちゃうって感じっすよね。うぜえ、さっきのお、珍しい檻だ。これなんか入りそうじゃない？でか。オリンド当たって、メガラムかな、ボンバー、バルキリー、ラム、いや、なんかちょっと珍しいか。インドラボンバーごぼうり、親衛隊インドラみたいな未来も可能性としてありそうですが、まあテスラとかないだけも幸せでさえ遅延煽りもされないだろうしされないだろうしな、うん、インドラ、インドラか。まあだからラムにロッケ打って適当に耐えても良さそう。え、で檻ってさ2回に1回進化じゃなかったっけ。進化まだこのモードだと採用されねえのかな。あれキング起動したいっすね。何もしなければ右に行くんで。いや、でかっ、マジやめてほしい。ねえ、ちっこいなバルキリいや、キング起動でかすぎんなこれからのだな。いや、マジロケ打ってもいいレベルではあるが、打たなくたっていい。え、アイスピが、待って、優秀すぎる。何それ、聞いてない。一発入んねえかな。眠くなってきたかな僕。悩んだけど、いや、そうや、忘れてた、檻か。強すぎるそれ。いやでもこれロケあるんで冷静にいけば勝てるっすよ。
待って、やばい、なんか戦いづらいな。ラムライダー重いんだよな。いや、終わったか。俺のこの進化バルキリーがさ、輝けないっすよね。降り出し、うわぁ、うまかったな。なんかやらしいデッキやな。ちょ、マジロケットさ、刺さんなすぎるんだよな、さっきから。進化バルキリーのちょっと弱点が出ちゃったよね。ラムが重すぎる。ゴーレムだったら幸せだな、これ。よいしょ、ザッピー一発、ほい。まあなんかゴブジャイプリンス系も最近いるんでね。ボンバーね。いや、ボンバーも相変わらず多い。おー、なんだこれ。え、ゴレか、マジで。これね、え、なんか美味しすぎん。あれで1300よ。ゴレライト、まあ、ハルチェがライトニングプラス、まあ、柳雨とかでは飛びます。なので、まあ柳雨っぽいよな。でもそこだけケアしながらの、まあでも進化バルキリー最強すぎるか。まあ、行ってもよかったけど、行かなくてもよかった。こうハルチ一発受けちゃうとな、消えちゃうんだよ。一発？まあまあ。これだけでうざそう。いや、ダメね。え、待って、そのイラすぎるやついるんだけど、いて。まあ攻めちゃってもいいな。ライトニングで飛びそう。いや、深海スピー強っ。それやばいな。ハルチェもどんだけ残んの。一発欲しい。うわー、よく殴ったよあなた。さあ、進化バルキリーもいます。突破不可能。負け筋ボンバーぐらい。でも進化回んないな、まだ。ロケ2周でもいいかもな。いやー、これもういじめっす。いや、こういうのよね、こういうのを求めてました。バルキリーが活躍します。これだけのところには特に強い。まあ、トリマ進化をためましょう。ザップね。まあ、ペッカからアバカみたいな。このゴブリンはいらない。なんか珍しいかも。
ディガラババルーンディガーのパターンと、まあ、バルーンがないラバディガーのパターンがあるっすね。この感じはキング起動したいけど、まあ、ディガーをファルチこの辺に出してラバルディガーのディガーがこの辺に多分来るんで、ファルチに当ててきたディガーをトルネでキンギでもいいな。正直スケドラね、ヤナメザップのちょっと昔に流行ったラバっぽいけどな。進化アイスピってマジで優秀すぎん？これって止まんのかな？なんかすごい、このバルキリーが頑張りそう。いなくなったけど。パルチ多分ここでいいんじゃない？ああ。それうまい。まあ俺に使いたくもないしな、使うけど。まあここファルチェ使いたくないっすね。逆サイ来そうだし。行ってもきつくない？このインドラはコストないからあんま攻めないでほしいのインドラだと思ったんですけど、めっちゃあるやないかい。左も怖かったり。新海市マジ神だな。やべ、いやらしい攻めきた。おいしいこれ。さすがに相手の方がきついと思うんだよ。トルネのダメージわかんない。50パッチ？インドラが？おい、コンティニーです。まあラバーっぽいのなかったんでね、マルチゲーですわ。初手ホグでキング起動されんの嫌だけど、いっちゃいたい自分もいる。取れねなければまあ取りまつやんだよな。まあザップは取れねないっすね。はい、え、元ロボヨン。え、でもザップ、ああまあザップか。もう結構入るよ。まあボイドが基本だと思うんだよな。いやーこれめっちゃいいハルチ。ここでもう足止めして。これで全回収してからの
もう一回バルキリーとかで蓋しちゃいたいな。これだけでうざい。まあバルキリーがあるか、まあ、ボイド使わせました。ワンちゃん、いやファルチ強いよ。なんか最近ファルチ使うならもうウィザードでいいやみたいなとこあるけど、なんだかんだ優秀だな。一本確実に折っとくか。進化アイスピあります。でボイドザップなんで、もうファルチ横に出せば勝ちっすね。いやアイスピこれすげえな。内側ラバだ。ファルチの釜の角度を警戒してるやつね。まあでもボイド1周目使ったんでロケもありますよ。やべ、痛い。まあロケけんないか、これロケ打っとけんないぐらいっすね。進化バルキリーなんで行かなくていい。371、さあエファルチェ強すぎ、まあ、対ラバニだけ異常に強いか。というわけでちょっと珍しいねホグロケットデッキも皆さん使ってみてください。ちゃんとコマを押しますと押してもらえない。